とにかく演奏が始まったのは午前1時過ぎなんですよね、はい、普通だったらみんな帰っちゃってところが席が空いたところがいっぱいになっちゃうくらい、まずそこからね、それからもうこれを期待してる期待してみんな待ってたってわけでうわーなんてもんじゃないですね、もうわーなんかわかんない、そうだちっていう感じで、なんとなくこう異様な世界が広がってますよね、ステージの上に。何しろね、この1980年にドラムのね、ボナムが死んでしまって、それからどうなるかなーなんて言ったわけでしょ、いろいろ大変ですよね、いろいろ噂があった。でしかもその音楽的にね、今例えばキングダムカムの若いグループがみんなレッドゼッペリンのスタイル追っかけてきてるわけで、成功してるわけですよ、うん、本家何してんのってのがあるわけですよ、 そこに再結成でしょ、これは大変ですよ。きっとテレビをご覧になってる方はもっとご覧になりたいと思いますので、ね、レッドゼッペリンのステージじっくりとご覧ください。You heard the news.
Chicago, Jimmy Page, The Georgia Satellites, Warner Pioneer 洋楽では7月24日発売の新譜から New Price CD 2500円、LP カセット2300円でお届けします。そしてさらにミュージックシーンに輝くレッド・ゼッペリン、イーグルズ、ドゥービー・ブラザーズなどスーパーアーティストたちの名盤がなんと CD2000 円、LP カセット1600円で登場。うん、はっきり言って私も嬉しい。ご覧のように私のディオはレベルが高い。ネットインプラスアルファホンダディオフェアなんです。タクシー地下鉄バスタクト、タクシー地下鉄バスタクト、タクシー地下鉄バスタクトで街とつながる私です。ホンダネットインタクト。光と影、形と色、今大画面は質感表現力の時代です。パイオニアシード29プロ X。 Something like that. It's called Misty Mountain Hop.
She's buying Stairway to Heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. There's a sign on the wall, and she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird that sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Oh yeah. Your head is humming.